こんにちは、きゅうりです。今日はじゃーん、このうさまる先生と一緒に和のスイーツを作りたいと思います。どんな和スイーツを作るか皆さん当ててみてください。じゃあ早速ゴーゴー。失礼します。中には網、丸いもの、人参、潰すやつだな。じゃあ早速作っていきます。豆腐、潰すもので、いい、じゃんこだよ。コッパ、みじん、そこに白玉粉をもみもみです。だんだん固まってきた。はい、いい硬さですね。生地ができました。紙粘土みたいな美味しそうな生地ができましたよ。ほら、じゃあ早速ね、ちょっとにね、色をつけたいと思います。黒紅、あ、ちょっと入れすぎたかもしれない。こねます。いいよ、餅つきっぽい。うん、いい色です。そしたら形を作っていきたいと思います。さっきの人参が登場。開けて油を塗ります。ほい、さっきの白い生地をギュイギュイです。ギュイギュイ、こんな感じでね。そしたらさっきのなんか変な丸っこいものをギュー、よしよし、よいしょ、それ、あ、お腹鳴っちゃった。はい、こんな感じで溝ができました。あんこ、じゅーじゅー、にんじんとにんじんをぎゅー、うまくいきますように。じゃーん、これがなければ綺麗、きなこ棒みたいなのができました。はい、こっからうさまる先生の出番です。先生よろしくお願いします。よいしょ、こちらのきなこ棒をもぐもぐしていただきたいと思います。じゃあいきますね、せーの、もぐ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 、はい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 、じゃーん、丸が4匹。きゅうりアレンジタイム。白丸とピンク丸を合体。ピンク丸には良いですね。竹炭パウダー混ぜた黒点。お耳、優しく優しく、ほっぺを、完成。うさ団子ができました。茹でていきたいと思います。苦労の実感、お風呂の実感、せい、お風呂、お風呂、お風呂、あ、どうしよう、ボロボロになってしまった。うささん、はい、みんな浮いてきたらいい感じな食べ頃です。救出しようと思います。やばいもんね、これね。盛り付け、あんこ、うさちゃん白玉、作っておいた花、葉っぱ、ほいほいほい、耳の取れた熊団子、お団子をサービス。熊とうさぎのお花見団子できました。じゃあ早速食べたいと思います。ではいただきます。もくもく、おいしい。見た目もいい感じになったので100点満点です。はい、そんな感じでこう自分でやったらね、秒で終わるものをゆっくり作りました。皆さんもいろんな形にコネコネして作ってみてください。じゃあそんな感じでバイバイです。